成全日本が果たしてどういう攻撃で胸を借りて挑んでいくか。中南米フェスティバルの一環として行われています日本代表対アルゼンチンオリンピック代表チームの一戦、東京国立競技場から解説松本郁夫さん、ゲストには奥寺康彦さんにお越しいただきましてお送りしてまいります。松本さん、奥寺さん、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松本さん、はい、アルゼンチンにとりましては、まあ、最後の最終調整試合、そして日本にとりましては1990年のワールドカップに向けての非常に、まあ、大きな意味を持った試合と言えるんじゃないでしょうか。そうですね、特に日本のチームとしましたら来年の5月のですね、はい、ワールドカップの予選、はい、それに備えての準備がすでに進んでおりますんでね、この段階でですねどのくらいチーム作りができているか、それを非常に楽しみで見たいですね。はい、奥寺さん、はい、奥寺さんは実際にこのアルゼンチンのチームとクラブ単位では対戦したこともあると思うんですけども、はい、どういうようなこのアルゼンチンサッカーの印象をお持ちですか。そうですね、アルゼンチンは、まあ、テクニックばかりじゃなくてやはり、素質的にもね、攻めてくるチームですからね、守りにしても、ですからブラジルとはまた一つ違ったね、感じのチームなんですね。それからやはり非常に激しいですよね。そうですね、激しさは本当にヨーロッパと同じような激しさを持ってますよね。そうですね、松本さん、はい、アルゼンチンと言いますと、まあ、オールドファンには東京オリンピックを思い出しますね。そうですね、今から24年前になりますかね、はい、東京大会の特に場所は駒沢だったですけどもね、日本のチームが逆転勝ち3対2という素晴らしいね、はい、戦いを演じたその相手ですね、まあ、その勝利がおそらくはメキシコオリンピックの3位につながったんではないかと。結局その戦いからですね、はい、やはり積まれたものがメキシコのですね素晴らしい結果になったわけで、一つ一つというのが非常に大切ですね、はい、そういう意味で今日の全日本やはり来年の5月のためにですねこの一つ大切な戦いですね、はい、前半がいよいよ始まりました。画面の左から右に攻めますアルゼンチンオリンピック代表チーム、一方画面の右から左側に攻めます赤のユニフォーム白のパンツ日本代表、まず日本代表チームです。ゴールキーパーは1番の松永、ディフェンスに筑波大学のスイーパーに井原を持ってきています。それから14番の平川、2番の新藤、5番柱谷、10番が佐々木です。ミッドフィールドは9番の森、12番の名取、8番の水沼、ゲームメーカー、18番の池の上を使っています、大正大の池の上、そしてフォワードがキャプテンの原です。5人の両サイドがですね、ここカブがかかる、ゴール前ヘディング、さあ日本ね、名取くんね、はい、おいい形になりました、シュート、非常にボールをきちっと持ってキープ力がありますよね。ああ抜けました、中央へシュート、キーパー弾いた、日本ボール、シュート、松本さん、これが3本目のコーナーキック、カーブがかかってゴール前ヘディング、またアルゼンチン裏に通す、いいパスが通りました、シュート、キーパー陣だ、いや日本がボールを持ちました、ハーフエーラインを越えます、平川が上がります、平川が突破する、センターリングが上がったが、キーパー陣だ、意外とないからバックスが本当に正しいポジションからですね、あーとこも完全にミスがありました、シュート、キーパーキャッチ、ボールを取った名取、後ろへ戻す、シュート、7番の井原のシュートです、あるいは9番のファブリ、こういった選手は1990年のイタリアワールドカップに当然出てくるものと思われます。逃げ出たノーマーク、シュート、ディフェンスを防いだ、ディフェンスを防ぎました、やはり7月のバイセンテニアルカップですね、いい形になりました、佐々木のセンタリングを飛び込んだ、飛び込んでいきましたが惜しくもダメ、マジョールです、マジョールが上がっていきます、パスが通った、あっとこれもしかしまだチャンスか、どうしたらこれはあります、今後半が始まりました、赤のユニフォーム左から右に攻める日本代表、右から左に攻めます青と白のユニフォーム、そして黒のトランクスをつけておりますアルゼンチンオリンピック代表チーム、国士舘大学から日産自動車に入りました、
センタリングがヘディングでゴール前に落としますがクリア、カットしました。ナトリボールをキープ、これ森です、右サイドへ平田はセンタリングを上がった、押したようにも見えましたが右45度からです。リバウンドは日本、逆サイドへ振る、パスが通った、いい形になった日本、速いセンタリング、シュートは打てない、シュートは打てません。25分を経過しています。向こう側スローイン、日本ボール、吉田です、うまく切り返した、ヘディングで通る、キーパーイサス出ました、惜しい。後半も間もなく30分を経過しようとしています。ファーポスト、リバウンドを拾う、中を見て逆サイドに振りますがここには誰もいません。日本の逆襲、前田、いや浅岡です、さあボールを抜けていけるか、ボールは日本ボール、浅岡ってくれるし、ですからこの、ね、ペースをずっとやってきてほしいですね、はい、ゴール前です、体を入れ替えてシュート、キャプテン原のシュート、この20番がシビスキー、ルイディアスですがボールを奪い返した、速攻に移りたい、浅岡が走る、抜けた、前田、前田シュート、キーパー決めた、前田、アルゼンチンが10番のエルナンデスをどうやら入れるようです。アルゼンチンチャンス、誰もいないゴール前、待ち構えてシュート、ファーストアップ、シュート、しかしこのコーナーキックは危ない、キーパーが出た、危ない、キーパー飛び出している、ボールを消した、倒したがノーフィス、ノーフィスです、いや危ないところ、キーパーの松永飛び出しました。残り時間がもう手元の時計ではあと十数秒です。切り返した、アルゼンチンなおもチャンス、ボールを浮かせます、18番のルッソ、シュート、キーパー決めた、決まった、最後に決めたのが4番のモレノであります、キーパーの松永が殺したところ、残り時間がもう手元の時計で、あ、45分を切っています。はい、私がねこの右サイドでボールを持ったときにですね、ここが一番危ない時間だからって言おうと思ったときに、そうなんですよね、国際ゲームの厳しさ、やっぱりこのチームに一つの試練が与えられましたね、はい、ついに後半手元の時計ではもう残り時間がありません、45分にもう、ね、両手が出てるんだからキーパー取れるゴールで良くなるからですね、この辺なんですね国際ゲームの厳しさ。奥寺さん、4本目のコーナーキック、いずれば逆サイドヘディング、ボールは浮いた、ネットの上、ここで試合終了です。結局終了直前にアルゼンチン4番のモレノが点を決めまして1対0、アルゼンチンオリンピック代表チームが日本代表を破りました。それにしましても松本さん惜しかった、全く惜しいというね、はい、ないですね。どうでしょうか、まあ、この試合を振り返ってまず日本チームの課題から伺いましょう。やはりね、はい、守備の問題ですね、はい、当然このチーム来年5月のですねワールドカップの予選に向かっているわけで、今の状態ですとですね今日はたまたま攻撃力があったけれども、やはりこれだけじゃ済まない、もっと正しいですねしっかりした守備を作った中から今の素晴らしい攻撃に結びつけてほしい、はい、これでしょうね。